今回紹介するのがですね、中米のコスタリカ共和国でタイトルとしてですね、幻の鳥ケツァールを見に行こうという形でですね話し進めたいと思います。はい、でこれがですねコスタリカの周辺地図で、これ隣接するのがですね、これニカラグア、あとパナマ、そのちょうどですねに囲まれたところにあるこの赤い部分ですね、これがコスタリカです。はい、でこれがコスタリカ の地図でですね、これ首都のサンホセがですねちょうど国のど真ん中ですね、ちょうどこのへその部分ですね、本当真ん中にあります。はい、で これがですねコスタリカの基本情報で、首都がサンホセで、人口がですね486万人、まあ500万弱ですね。で面積がですね51,100平方キロメートル、これ日本のですね九州と四国を合わせたぐらいみたいです。これ人種民族がですねスペイン系、あと先住民との混血、あとアフリカ系で、宗教がカトリック、で言語がスペイン語で、通貨がコロンというのを使ってますね。はい、でこれコスタリカの歴史としてはですね、これ1502年にコロンブスによって発見されると、で1821年にですねガテマラ総督府ですねがスペインより独立で、1823年に中米諸州連合というのを結成して、で1848年にですねその中米諸州連合から分離独立したと。でですね、ここから時代が過ぎてですね、1949年にですねこの現行憲法が設定されると。でこの憲法がですねこの軍隊の保有を禁止するとい う非常に画期的なこの憲法ですね、これが1949年に設定されています。で1987年にこれアリアス大統領がノーベル平和賞を受賞。このアリアス大統領はですね、確かニカラグアとですねエルサルバドルの停戦で活躍したのが認められたはずですね。はい、で1990年にこのカルデロン大統領で、1994年にフィギエレス大統領で、98年ロドリゲス大統領、2002年がパチェコ大統領で、2006年 がですねアリアス大統領で、2010年がチンチージャ大統領で、2014年このソリス大統領、2018年アルパラード大統領で、2022年5月はチャベス大統領。これこの4年ごとにですねこう綺麗に切り替わってると。これですねなんかコスタリカ方式っていうみたいですね、国会議員がですね、まあ、連続して再選するのを禁止するというどうも規則があるみたいで、でまあそれがもうこう大統領でもですね、まあ、1期、まあ、2期連続やらないという形ですね。これ毎年4年ごとに変わってるとどうなんでしょうね。まあこれでまあうまくいってると、まあ、いうことなんでしょうね。はい、でトピックの一番としてですね、非武装衛星中立国、これ衛星中立国って言ったらですね、まあ、スイスあたりもそうですし、まあ頭に聞くんですが、これに非武装がつくっていうのはですね、この中米のコスタリカですね、ここくらいじゃないかと思うんですが、この経緯としてはですね、1948年にですね、まあ、内戦で結構国がバタバタしてたと。でその後に誕生したホセ・フィゲーレス・フェレールという人が率いる新政府がですね、もう戦争はいらないと。で、まあ、軍隊があるから戦争が始まるということで、もう軍隊を放棄する、常備軍の解体を宣言したと。まあ、非常にね、これは画期的な発想ですね。はい、でそこからこの非武装衛星中立国という形になったみたいで、まあ、ただまあ、その場合にですね、まあ、ちょっと危惧するのは、そのような他の近隣国からこう侵略されないかとかですね、また、まあ、そういったことで、まあ、再軍備をする必要が生じたんじゃないかとかっていうふうにですね、まあ、思うんですが、まあ、コスタリカの場合はうまい具合にですね、この非武装衛星中立国っていうのをこう、まあ、継続していると。で、まあ、軍需産ですね、軍事にかかる部分をこの教育に回してですね、まあ、教育医療とかのこう無力化実現、まあ、特に教育とかにはこう力を入れてるみたいで、まあ、ちょっと非常にですね、この、まあ、ユニークな国っていうか、なんかこう、面白い国で、まあ、他の国のちょっとモデルに、まあ、なるのかなと、まあ、サンプルですね、もうこれからどういった方向に行くのかは分からないんですが、まあ、そういった形の国ですね、このコスタリカ。はい、でトピックの一番としてですね、この半導体拠点ですね、これアメリカのインテル社ですね、が半導体のサプライチェーンを構築するためにコスタリカへの投資額をですね、
まあ、2023年までに10億ドルに増やすというなんか発表があったみたいですね。でこれインテルは以前からですね、このコスタリカに、まあ、工場とかを置いてて、で、まあ、非常にそのコスタリカ自身がその外資の誘致にこう慣れてるということもあってですね、まあ、それでまた再度ですね、まあ、コスタリカに、まあ、投資する、まあ、拠点を置くということになったと思うんですが、まあ、これ、まあ、コスタリカにとっちゃですね、これ IT 関係の企業とかがこうバンバン来るので、まあ、まあ、雇用も生まれるしですね、またこれ非常に大きなですね、まあ、チャンスになるんじゃないかと。日本でもですね、台湾系の TSMC ですか、がなんか9800億とかですね、まあ、大きな投資を、まあ、九州、熊本にするとかって言ってるので、まあまあ、そこまでの規模じゃないにしてもですね、この、まあ、インテルのですね、こう進出っていうのは、まあ、コスタリカにはすごくチャンスだと思います。あともう一つですね、この、まあ、ちょっと注目する点としては、コスタリカが2022年にTPP にですね、加盟してるんですね。まあ、ですので、まあまあ、今後どういった動きをしていくのかっていうのもちょっとまあ興味がありますね。はい。でですね、トピックの3番としてコスタリカコーヒーですね。この中米のこの辺の国ですね、グアテマラにしろ、エルサルバドルにしろ、ホンジュラスにしろ、まあコーヒーでちょっと有名なんですが、まあそのまあきっかけっていうか、一番最初にですね、このコーヒービジネスに入っていったのがどうもこのコスタリカみたいですね。でコスタリカがですね、このコスタリカコーヒー協会 CICAFE っていうのがですね、設立されて、ここがですね、なんか非常にこういい立ち回りをしたと。その、まあ、生産者の技術指導みたいなものとかですね、あとその輸出の管理とか環境対策とか、まあ、立ち回ったということみたいで、スペシャルティーコーヒーっていうんですか、消費者、生産者ともともにその利益を得ると。いう形のものがこのコスタリカで作られてて、まあ、非常にいい形でこのコーヒービジネスがこう進んでいるということみたいですね。でこのコスタリカコーヒーの特徴としてはですね、この豊かな酸味が特徴らしくみたい で苦味を抑えて濃厚な甘みと深いコクを味わえると。で絶妙なバランスの取れたコーヒーっていうことなんですが、まあ、ちょっといまいちよくわかんないですが、まあ、コスタリカに行った時はですね、まあ、ぜひコスタリカコーヒートライしたいと思います。はい、でコスタリカの有名人としてはですね、ケイロル・ナバスですね。これ、まあ、覚えてる方も多いと思うんですが、2022年のですね、ワールドカップカタール大会、日本とコスタリカ同じブロックでですね、でコスタリカのその時の守護神ゴールキーパーですね。はい、でこのナバスですね、サンジェルマンに所属してて、もう中南米でも屈指のゴールキーパーと言われていて、まあその、まあ、どうも触れ込みだったんですが、予選リーグのですね、初戦 のスペインとの試合で、なんと7点取られて、0対7で負けたというんで、あれってちょっと評判どれだったんですが、次の日本戦ではですね、ちょっとちゃんと立て直してきて、できっと、その完封して、まあ、日本に得点を与えなかったということで、まあ、コスタリカの勝利にまあ貢献したと。まあ、非常にですね、まあ、そんなにその大柄な選手じゃなかったと思いますが、まあ、俊敏な動きでですね、まあ、世界でも屈指の、まあ、ゴールキーパーですね。はい、でですね、これコスタリカの観光ですね、これコスタリカの観光はエコツーリズムですねという形でこう、まあ、のエコツーリズムの国と、まあ、いうふうにこう言われているみたいで、まあまあ、自然とかですね、まあ、歴史文化から学びながら観光をするという形のものですかね。でアレナル火山っていうですね、火山、あとタバコン温泉、これ温泉もあるんですね。あとラフォルトーナ滝、結構ね、まあこうまあ、綺麗な滝もあるみたいですね。あとモンテベルデ自然保護区っていうところがあって、まあまあ、観光資源としてはですね、まあ、いろいろあるということみたいですね。はい、でですね、これ幻の鳥ケツァールですね。これケツァールっていうこの幻の鳥ですね、こう中米のメキシコからパナマに生息するっていうから、まあ、これ結構な距離にこう生息するんですね。このコスタリカだけじゃなくて他の国も生息すると。でこれ和名がですね、カザリキヌバネドリ、カザリでキヌバネドリというか、こうして分解していくとですね、なんとなく
絹の羽の鳥という形で、なんとかここイメージできるんですが、非常にね、この綺麗な鳥みたいですね。ただ、すごくなんかこう見つけにくいと。なかなか飲んで幻の鳥とかですね。で、日本では火の鳥のモデルっていうふうに言われてるみたいですね。で、どこの国でも一応にいるんですが、まあ、その中でもですね、このエコツーリズムがこう進んでるコスタリカが一番こう、まあ、見やすいんじゃないかと。で、このケツァールを見に行く、こう探索するツアーみたいなのが、まあ、あるみたいですね。これ時期としてはですね、12月から4月の寒気の時期、まあその時期にですね、まあより見やすいということなので、もうこれ非常に運が良ければ見れるということみたいなので、これコスタリカに行くときにはですね、ぜひこのケツァールをちょっとトライしてみようと。まあ見れるかね、確実にしてですね、まあトライすることに意義があるんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、これモデルコースとしてはですね、これ東京からロサンゼルスケースでですね、サンホセに入る。で、アメリカ経由の場合はESTAの申請が必要になりますね。あともう一つとしてはメキシコシティ経由でサンホセに入るという、まあこの辺の形になりますかね。はい。ということでですね、今回は中米のですね、コスタリカ共和国の紹介でした。